はい、おはようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、軽トラに乗ってですねパトロールしてます。で、何のパトロールをね、しているかと言いますと、実は先日、佐賀県、唐津市でですね、豚熱が発生しました。実はこれっていうのが2回目でして、で1回目はですね、その養豚場を、消毒してですね、それ以降広がらなかったので、収束していたのではないかというところだったんですけれど、その、数ヶ月後、先日ですね、またもや発生してですね、で非常にそのここ福岡県北九州市でもね、ピリピリ状態になっております。で、聞いた話によりますと、このね、北九州地区でもですね、捕獲したイノシシに関してはですね、一部その血液検査とかを行っているとのことです。で、今のところですね、それ以上の情報っていうのは入っていないんですけれど、非常にその警戒しているところです。で、おそらくここ北九州市にはですね、豚を飼っている方っていうのがいらっしゃらないとは思うんですけれど、ただまあね、イノシシにですね、バッとこうね感染した場合、イノシシがねとにかく死にまくると。で、ある程度ね減っていく分に関してはですね、全然いいんですけれど、それがこう急激に減ってしまうと、やはりその生態系に大きな影響を及ぼしかねないということで、僕自身もですね、今ね、こうやって、軽トラでですけどね、パトロールしているところです。本来であればですね、山入ってですね、見て回った方がいいとは思うんですけれど、何が嫌かってね、暑さよりもですね、アブブヨ、わかんないんだけど、多分アブだと思うんですけどね、それが嫌なんですよ。なのでね、こうしてね、軽トラで回っているところですね。で、豚熱感染した地域の話によりますと、もうその辺ねゴロゴロ死んでいるというところなんですよ。で、ある程度ねこうやってその軽トラで回れば、分かるんじゃないかなと思ってですね、今日は軽トラでのね、パトロールです。で、今僕がいるところっていうのは、いつもねイノシシがいるところなんですけれど、時期的にですね、暑くなってきているので、イノシシのね動き自体も大きく変わっているはずなので、なかなかねその、痕跡っていうのはね、軽トラで運転している限りでは見つからないとは思うんですけれど、それにしてもですね、足跡とかですね、イノシシがね、鼻でほじくった跡、そういうのっていうのはね、普段であればここってよく見られるところなんですけれど、ちょっとね少ないっていうか全くないですね。これはね豚熱によるものじゃない可能性ももちろんあります。っていうのはね、先ほども言ったように時期的に非常にそのね、暑いので、ここは比較的山が低いところなのでねこういうところじゃなくてもっと高いところにですね、涼しいところに移動している可能性がありますので、この辺は何とも言えないところなんですけれど、いやそれにしてもね、全く足がないね。だいたいこの辺ってこう道路を渡りって言ってね、道路を渡っているところっていうのはいくつもあるところなんですよ。それがね全くないね。大体ね山口県で、豚熱がですね、発生して、で福岡県、北九州市がね、九州の玄関口になるんですけれど、もう北九州市とかですね、福岡市、あとは糸島とかですね、ああいったところを飛び越えていきなりね唐津の方で発生したっていうのはちょっと不思議なんですよね。いやー、ここね豚熱がね、入ってこなきゃいいんだけど、実はですね大きな声で言えないんですけど、僕この豚熱発生のある法則っていうのを見つけたんですよ。はい、これはここでは言えないんですけど、あれひょっとしてもしかしてみたいな、僕法則見つけちゃったんですよね。ただこれっていうのはまだ検証途中にあるので、
まだ大きなことは言えないんですけど、これ見つけたよ。渡りですね。渡りですね、うん。見えないかもしれないけど、ちょっとこう白くなってるのが分かると思います。これイノシシが通った後ですね。で、あそこを通ってますね。ちょっと見に行ってみましょうか。ちょっと古いけどね、足跡ね、ありますね。ちょっと古いけどね、うん、ここを使ってますね。とりあえず足見つけましたね。ちょっと別のところ行ってみたいと思います。はい、引き続きね回ってますね。ないね。だいたいねこの時期、まあ、この時期っていうのは今ね、6月なんですけれど、まあ、6月はですね、まあ、僕たちあの有害鳥獣駆除基本的にはやらないんですよね。なのでそのどこにいるかっていうのが、まあ、情報がないっていうのはね、まあ、正直なところではあるんですけれど、いやそれにしてもね全く足がないね。どこに行ったのかにゃー。あーないね。これやばいね。やばいよやばいよ。じゃーじゃんと誰かフレコン捨ててますね。実は先日、まあ、環境局、言いにくい、環境局が来てですね、まあ、調べていましたね。でこのねちょっと中身どんなのかちょっと見てみましょうね。はい、これはねおそらくね産業廃棄物かと思います。どう考えてもね個人でやれるような感じではないんですよね。ちょっとね光に反射して見づらいかもしれませんけれど、あの中身はですねプラスチックのゴミですね。こんなところに、ね、捨ててもらったら困るんですよね。ということで次行ってみよう。引き続きですね回っているんですけれど もう一向にね足がない。漁期だとね結構、まあちょっとかな、ちょっとだね、ちょっとだよ。ちょっとあったけどあれはな、いやちょっと厳しいんじゃない。豚熱入ってなければいいけどね。ちょっとねさっきからちょっと言って申し訳ないんですけど、ちょっとね見づらいかもしんない、あの反射してね。あ、来たね、来たけど、あーまあある、っていうことにしとこう。あるっていうことにしとこう。ちょっとお見せします。ちょっとこうね書いてますよね。ちょっと書いてる。ちょっとだけね、もっとゴリゴリってほしいんだけどね。すぐありましたね。そんなにね言うほど新しくはないんだけど、でもこれ間違いなくイノシシですね。やっぱここいたか。引き続き回りたいと思います。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。厳しいっすね。厳しいね。イノシシいないわ。まあ車でねバーッと回っただけでね、まあ、イノシシの痕跡を探すっていうのもねそっちの方がどうよっていう感じなんですけどね。やっぱり楽したいじゃないですか。楽したい。なのでね車で回ってるんですけどね、まあ、なかなかねイノシシの痕跡見つけれないですね。あ、ここいつも登りきれんのよね。お、え、マジっすか。
四駆にしてもわからんの？四駆にしてギリギリやん。まあタイヤがですね、オフロードタイヤじゃないんで、まあ仕方がないっちゃ仕方がないんですけど、だいたいここもですね、まあ結構荒らすんですけど、あんまりないね。あんまりじゃない、全くないね。まあ今の時期はですね、特に山の中に餌が豊富にありますので、わざわざねここまで降りてきてミミズとかをね漁る必要はないといえばそうなんですけど、あそこやってますね。あそこね、あ僕の指先、あやってますね。何をやってるかっていうのはね、ともかく、あやってますね、もうやってますねって分かるでしょ。ああもうずっとやってますね、ここね、左手ね。ああやってるやってる、ジミちゃんね、やってるやってるよ、やってるやってる。はい、ということでね、約2時間パトロールしたんですけれど、まあわずかなね、まあ、痕跡ぐらいしかね、見つけることができませんでした。まあ、これっていうのはですね、まあ豚熱がね、まあ、影響しているのではなく、ただ単にですね、まあ、季節がね、まあ、違いますので、イノシシのね、行動も大きく変わっていて、で、まあ、僕がね、知らないところ、わからないところ、また行って、ね、いないところに移動している方がですね、まあ、可能性としては非常に高いと思います。まあ、ですけれどね、まあ元々はですね、今回のこの豚熱岐阜で発生して、で一気にですね、まあ、近畿地方にねバッと広がって、で、僕の記憶が正しければ、和歌山県から一気にですね山口の方に飛んで豚熱が発生して、でそれからですね、その周りの県、例えばその広島とかですね、鳥取島ねとかにねこう広がっていったんですよね。でこの九州、特にここの福岡県北九州市に関しては、今までは全然豚熱発生していなかったんですけれど、福岡県を飛び越えてね、まあ、佐賀県の方で豚熱が発生して、でワクチン散布とかでですね一旦は収まったんですけれど、また再びですね、発生しました。でこれっていうのはですね、まあ、考えられることっていうのはね、僕個人的にはね、あくまでも僕個人的な意見なんですけれど、やはりその人間によるものではないかと思うんですよね。なので、豚熱に感染したイノシシがですね、山口県、ね、関門海峡を飛び越えて、ね、また福岡県を飛び越えていきなりね佐賀県に行くことっていうのはこれは絶対ないわけで、このね感染ルートはですね、人間にあると思っています。これからですね、まあこういったそのパトロールっていうのを、まあ、何回かですねしていって、豚熱の感染している恐れのあるイノシシね、見つけ次第ですね、いち早くね、役所の方に連絡したいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。